日本共産党の衆議院比例東海ブロック候補島津幸宏です。今度の選挙、皆さんの大きなご支援、日本共産党にお寄せいただきますように心よりお願い申し上げます。皆さん、安倍政権の2年間の政治全てが問われている選挙です。私の娘は今24歳、東京で一人暮らしをしています。学校出てずっとアルバイトをやって、やっと正社員になったと思ったらいきなり副店長。重いノルマと責任を押し付けられて、朝早くから夜遅くまで働いています。でも給料が安いので、いまだに我が家から仕送りをしてるんです。話を聞くと、やっぱり若い方が次々と辞めていく。皆さん、若い方を使い潰すブラック企業、これが今日本の国あちこちに広がっています。若い方の2人に1人はこうした派遣だとかパートだとか正社員になれずに働き、給料が安いので結婚もままなりません。こんな日本に未来があるんでしょうか。ありがとうございます。私は父親として、そして政治に携わる者として、こんなことは本当に許せません。ブラック企業をなくし、正社員が当たり前、若い皆さんが希望を持って働ける、こういう日本にしていく。皆さん、今度の選挙はその一歩にしていこうじゃありませんか。ですから皆さん、とりわけ若い皆さん、ぜひ今度は投票に行っていただいて、日本共産党を大きく伸ばしてください。ご一緒に希望ある日本の国作っていこうじゃありませんか。皆さん、ブラック企業をなくして正社員が当たり前、この日本の道というのは日本の経済を立て直す道にもつながるんです。今の安倍内閣の経済政策、アベノミクス、これで皆さんの暮らし良くなっているんでしょうか。アベノミクスというのは一言で言えば、大きな企業を応援して大儲けしてもらう、そうすればその儲けがいずれは国民のところに回ってくる、こんな考えでやってるんですけども、いつまでたっても回ってこないじゃありませんか。それもそのはずなんです。大企業は儲けてもそれを内部留保という溜め込みに回してるからなんです。大企業をこの内部留保、今では323兆円、途方もない金額に膨れ上がっています。これが回ってこないんだから、政治の力で回っていくようにしよう。これが日本共産党の提案なんです。人間らしく働ける雇用のルールを作っていく。労働者派遣法を抜本改正し、正社員が当たり前の社会にしていく。もちろんブラック企業もなくします。中小企業の応援で最低賃金を引き上げていく。中小企業を守るルールをもっと強めて、低い下請け単価を当たり前の適正な単価に引き上げていく。このように皆さん、大企業応援から国民の暮らし応援に切り替えてこそ、消費が増え、地域の経済が元気になり、日本の経済を立て直すことができるんです。日本共産党は政治を歪める企業団体献金、もちろん憲法違反の政党助成金も1円も受け取っていない政党です。ですから大企業に遠慮することなく、こういう改革の提案を堂々と皆さんの前で行い、実行できる政党です。今度の選挙は暮らしを守る皆さんの願い、人間らしく働きたいこの皆さんの願い、どうぞこぞって日本共産党に
お寄せください。ご一緒に希望ある、人間らしく働ける、そして豊かな経済、こういう日本を作っていこうではありませんか。皆さん、関西電力が電力料金 10% 値上げをする、こういうニュースが流れました。一方で原発を再稼働させれば値上げ幅を縮め、値下げもある、こんなことでしたが、皆さん、いよいよ原発再稼働に向けた動きが大きくなってきました。九州の仙台原発、安倍首相はもう再稼働に前のめりです。選挙が終わったら、安倍首相は日本中の原発を再稼働させる、こんな思いでいるわけですけども、こんなことを許してはなりません。あの福島の原発事故で、人類と原発は共存できない、このことがもうはっきりしました。とりわけ皆さん、私たちのこの静岡県にある浜岡原発、予想される東海地震の震源域の真上に立つ世界一危険な原発です。南海トラフのような巨大地震が起きれば、地盤そのものが破壊をされる危険がある、津波対策どころの話ではありません。中部電力は今、この浜岡原発も再稼働に向けた申請をやっていますが、とんでもない話です。今、静岡県内では浜岡原発再稼働を許さない、この一点での共同が運動が広がっています。各地に100万の署名を集めよう、こういうことで署名の会が作られ、運動が広がる。先日は静岡市駿府城公園で4000人の集会も開かれました。皆さん、あの沖縄県は米軍の新基地建設反対、この一点での運動と共同が広がり、県知事選挙、新基地建設反対の小長武さん県知事が誕生しました。この静岡県でも浜岡原発再稼働反対、この一点での運動と共同を大きく広げ、今度の選挙で原発の再稼働反対、許さない、そして原発ゼロの日本、こういう日本を作っていく第一歩に今度の選挙していこうではありません。原発に代わる自然エネルギー、再生可能エネルギー、これを本腰入れて取り組んでいけば、原発必要ないことはもうはっきりしています。この1年2ヶ月原発の稼働なしで厳しい夏も冬も乗り切ってきました。皆さん、今度の選挙、原発再稼働を許さない、原発はなくしてほしい、この願いはどうぞこぞって日本共産党にお寄せください。原発の安全神話に惑わされていた日本共産党以外の政党とは違い、日本共産党は早くから原発の建設を訴え、その建設の反対を訴え、安倍さん済みの政党です。日本共産党が伸びれば、浜岡原発再稼働を許さない一番の力になるんです。今度の選挙は、どうぞ日本共産党を大きく伸ばしてください。安倍暴走政治をストップし、国民の声が生きる新しい政治を作っていきます。消費税も延期だとか凍結ではなく、きっぱりと終止をさせる。消費税がなくても日本の国は十分にやってくるんです。国民の所得を増やす経済対策をすれば、税収が増え20兆円、税金の集め方、力のある大企業や富裕層に当たり前の負担をしてもらえば、税収は20兆円増えるんです。合わせて40兆円、これだけあれば社会保障を支え、財政再建の道も開かれます。皆さん、今度の選挙、日本共産党を大きく伸ばしてください。日本共産党が伸びれば必ず政治は変わります。比例代表選挙は政党を選んでいただく選挙、皆さんの日本共産党と書いていただく票が増えれば増えるほど議席が増えます。比例代表は今どこでも大接戦、大激戦です。
この比例東海ブロック、皆さん、日本共産党を大いに広げていただいて、日本共産党の議席、何としても2議席以上、私、島津幸宏も、皆さんの静岡県の代表として、ぜひとも国会に送り出してください。そして、もう一つの選挙は、選挙区静岡1区。静岡1区は、日本共産党の川瀬幸男に、皆さんの大きなご支援、心よりお願い申し上げまして、私のこの場でのお訴えとさせていただきます。ありがとうございました。